金券ショップの一例。金券ショップが設置している自動販売機。金券ショップとは、金券を取り扱う古物商のこと。チケットショップや金券屋などとも言われる。大都市のビジネス街や駅前に集中し、特に、新橋駅前入新橋ビル、新宿駅西側と大阪駅前第1第4ビル、神田駅東口神田駅前交番向かいの JR ガード下は、 日本有数の出店地区である。人が集まりやすく一定の需要が見込める、スーパーマーケットや、ショッピングモール内に店舗を構えたり、店舗の営業時間外に販売を行う、自動販売機を設置している業者もある。商品券や、乗車券などの売買で得られたリザヤが、金券ショップの基本的な収益であるが、現状ではそれだけで収益を稼ぐことは厳しくなってきたため、 コンサートやプロスポーツなどのチケットの委託販売や外貨両替などによる手数料収入が収益のウェイトを占めるようになっている。その他にも中古携帯電話やスマートフォンの買い取りや販売、トトの取扱い、金、プラチナの買い取りなどを行う金券ショップも現れており、取扱い品目は多種多様化している。なお、金券類、外貨両替などの買い取り、 販売価格については、おおむねの相場はあるものの、レート自体は、基本的に、金券ショップが各自で決めたものによるため、同一エリアの店舗間であっても価格が異なることは、ある。収益が見込める、駅周辺に自動販売機による無人店舗が設置されているケースもある。無人とはいえ販売店なので、自動販売機には、古物商標式が貼られている。 あらかじめ金券が封筒や小箱に入った状態で販売され、自動販売機横には封筒や小箱を回収する入れ物が備え付けられている。自動販売機での格安切符販売は、滋賀県の業者が始めたという説があり、日本チケットショー共同組合の調査によれば、日本全国に設置されている格安切符の自動販売機の3割は滋賀県内にあるという、 かつて金券のみを取り扱う事業者には、古物商の許可は必要なかったが、1997年7月に古物営業法が改正され、金券ショップもリサイクルショップ同様に、都道府県の公安委員会による営業許可が必要になった。金券の売買、金券、主な金券も参照オーソドックスなビジネスモデル。買い取り希望者から仕入れ。 購入希望者に上乗せして販売する。招待券は買取できないケースもある。回数券のバラ売り鉄道会社の一般的な回数乗車券は指定された区間の10回分の運賃で同区間の11回分の切符が発売されているため、例えば180円区間の回数券の切符では1枚、あたりの仕入れ値は163円強である。 これらの回数券を1枚ごとに普通運賃より、幾分安く販売することで、定期券や回数券を購入するほどは、該当路線を利用しない乗客であっても、ある程度安く乗車できる。新幹線の一部区間で発売されている新幹線回数券や回数券タイプの特別企画乗車券もよく取り扱われる。近畿地方では、 ターミナル駅の改札前に出店している店舗が多く、主力商品となっている。その一方、近年は交通系、IC カードの普及や鉄道会社のインターネット予約、割引サービスの拡充、さらには、金券ショップでのバラ売り、転売防止策として、回数券の廃止もしくは利用制限を行う事業者も現れており、扱い数は減少傾向にある。顧客から買い取った、 プリペイドカードを使って回数券を仕入れると利益は若干上がる。かつては安価で仕入れたヨカードや J スルーカードなどで回数券を購入してば荒売りするケースが目立ったがヨカードや J スルーカードなどは発売自体が中止となったことまた偽造カードの流通が発覚したことでプリペイドカードによる回数券の購入が制限されるようになったためそのようなケースは見かけなくなっている。 大阪メトロでは、回数券を廃止し、代わりに発売金額に、プレミア分を上乗せした回数カードを発行している。この場合、回数券のバラ売りは難しく手間がかかるので、回数カードそのものを低価より、幾分安くして販売している。首都圏や京阪神などの JR 線の大都市近郊区間では、そうした路線の利用者のために、 プラスといった2枚セットの回数券がバラ売りされている。普通回数券の場合、新幹線特急券を別途購入すれば、新幹線も利用できるため、3枚を超える長距離区間のバラ売りも行われている。鉄道、バスだけでなく、有料道路などの回数券のバラ売りも行われている場合がある。かつては航空券にも回数券制度が存在したため、路線ごとに、 航空券の回数券のバラ売りも行われていた。ただし、記名式、切り離し無効であったため、航空券の場合は、金券ショップからのレンタル、使用後一定期間内に、返却というルールのもとで販売が行われていた。現在では、割引制度の拡充と引き換えに、回数券制度が廃止されたため、航空券における回数券のバラ売りは行われていない。 株主優待券鉄道、航空会社の株主に配布される株主優待券は、乗車する距離にかかわらず、その会社の路線の1回の乗車が無料になったり、長距離乗車券を割引するなどの特典があるが、その沿線外に居住したり鉄道を利用しない、株主にとっては全く無用のものとなる。飲食業者の株主優待券も同様であり、 特に安価であることをセールスポイントにした企業の無料券などは大株主には無用であることがある。それらを当該株主などから仕入れて一定の価格をつけて販売するもの。航空券の場合、上記の通り回数券制度が廃止されたこともあり、現状では各航空会社が発行する株主優待券を併用して正規運賃より安価で販売している。 航空運賃の自由化もあり、路線によっては航空会社によって価格が異なるケースもある。例えば ANA の場合、株主優待券1枚で国内先制期運賃の50%で登場できる。ただし他の割引との併用は一切できない。民営の鉄道会社では株券の保有株数に応じて期間限定の株主優待乗車証を発行。このうち、 保有株数が満単位に及ぶ大株主に対しては、発行会社の全路線が期間限定で無料にて利用できる定期券タイプの乗車証を発行している JR グループ各社を除くが、沿線街に居住していたり、法人や投資ファンドなどの大株主にとっては無用のものとなる。そのため、パスが発行、特にパスは長距離通勤をする人にとっては、会社から支給される。 交通費より安価となるケースがあることや、前線で利用可能なこともあり、根強いニーズがある。委託販売近年は、顧客から不要となったチケットを預かった上で、店頭販売するシステムを取り入れた店舗も見られている。預けても必ず売れる保証はないが、もし売れた場合は、店の手数料を差し引いた金額を、顧客は受け取ることができる。これは、コンサートや、 プロスポーツなどのチケットを所有者から預かり、その所有者の希望する価格で店頭に並べ、買い手が見つかり売却できた時だけ、その販売価格の一部を代行手数料として徴収するものである。手数料を支払うのは売却できた時だけであり、委託料などその他の費用は基本的に発生しない。通常は場所代や希望価格変更時に、 手数料を支払うことが多い。金券の売買で得られるリザやは限られており、委託販売における手数料収入は販売価格次第で大きなものとなるため、委託販売を取り扱っている店舗が多くある。ただし、一部は転売対策として委託販売ができない場合がある。外貨両替市中銀行よりも両替手数料を低く抑えることで需要を喚起し、 これによる手数料収入を収益としている。為替レートは日々変動するので、多くの店舗では最新のレートを掲示している。一般的な US ドルやユーロをはじめとして、アジアの各国、地域など、比較的多数の外国通貨を取り扱っているケースが多い。中古携帯電話売買現在の携帯電話は、ユシムカードを差し替えるだけで容易に機種変更できることや、 本体価格の高騰で最新型へ気軽に機種変更しにくくなったこと、特に目新しい機能がつかなくなったこともあり、中古でも十分と考える人が増えたため中古の携帯電話のニーズが高まってきている。機種変更で不要となった本体を安く買い取り、中古機種として販売することで、その利ざヤを稼ぐ金券ショップも増えてきている。その他古くから営業している店舗では、 古銭、記念硬貨やプレミアものの記念切手を取り扱っているケースが多いが、そうでない店舗は古戦などの取り扱いは少ない。例えば、普段アルコール飲料を飲まない人がビール券をもらったり、多忙で旅行に出られない人が旅行券をもらったりした場合、使い道がないことになる。あるいは、期限がある金券の場合、期限内に使い切れないことがある。 このように用途に困る場合には、金券ショップにそれらを売却して、現金を手にすることができる。一般企業等が主催するイベントでのノベルティグッズに、ビール券や旅行券、商品券、図書カードなどを用意して、それが余った場合に、金券ショップで現金化するということも多いが、この方法が余った反則費を裏金化する手段に悪用される場合も少なくない。 また、お年玉付郵便ハがキは、販売元である日本郵便社員が、金券ショップに売却することで過剰なノルマを達成する、いわゆる自爆営業の受け皿となっている状態が、長らく続いていたが、過剰なノルマが問題視され、その原因である、販売枚数の指標は後に廃止された。また、支払いに困窮した消費者が、所持するクレジットカードで金券を購入し、 金券ショップで売却することで当座の現金を得る、クレジットカード現金化が行われることもあるが、こういった行為は、クレジットカードの会員規約に違反する行為であり、業界団体としても現金化排除に向けて行動を行っている。一方、百貨店やショッピングセンターなどで買い物をしたい場合、 その店で有効な商品券を金券ショップで買えば、数パーセントビッ記での購入が事実上可能となる。これは、ビール券や図書カードなどでも同様である。ありがとうございます。